はい、どうも皆さんお疲れ様です。モンスターハンターライズサンブレイク、プレイステーション版発売おめでとうございます。今回はですね、早速サンブレイクの方をやっていこうかなと思いますけども、まあ、ちょっと今回ストーリーの方はね、僕の方で、進行していく形なんですけども、道中エンちゃんと一緒に収録しながらやってるところはね、どんどん出していこうかなと思うんですけども、まずはですね、一つ、相方のエンディ君に謝らないといけないことがありまして、まあ、当日ですね、まあ、発売日当日、やろうよって言ったのにかかわらず、アップデートし忘れておりまして、約束した日にやれないという、事態を引き起こしてしまいました。皆さんね、スリープモードにして、あ、これでアップロードできたなと思ったと、油断していると案外忘れがちなので気をつけましょう。というわけで早速ですね、ソリーの方に変更したいと思います。このロンディエさんがね、なんかちょっと有識事態だということで、はい、話を聞いてみたいなと。はい、騎士ですね。はいはいはい。おお、大名ザザミ。はいはいはい。ああ、なるほどね。ザザミちゃんですか。集会所だ。上位になるのかな。マスターランク解放されるんですよね。ああ、なるほど。大名ザザミですか。お待ちしておりました。はいはい、大名ザザミ。ええ。はいはいはい。特別なクエストが選挙クエスト、大名ザザミの所領。まあ、星7ですね。静寂を切り開くもの。懐かしい、セカジー以来ですよ。はい、やっていきましょう。大名ザザミか。懐かしいですね。今回の装備はですね、まあ、装備の方はこちらとなっております。はい、まあ、片手剣といえば、まあ、こちらの、ハイ忍者ソードが一番こう有名なのかなと思います。まあ、ドンキ使い装備ですね。今回、まあ、エンちゃん、普段いるとき、一人でやるときは違う装備なんですけど、まあ、もうちょっといろいろ変えるの、あれなので、まあ、このままいきます。はい。まあ、硬いザザミに関してはね、このね、装備は多分ね、相性バッチリだと思うので、早速ね、やっていきましょう。まあ、ちょっと久しぶりにね、モンハンやるんで、サンブレイクもね、ちょっと温めといてたんで、操作方法とかね、ちょっと若干忘れてるかもしれないんですけども、まずはね、楽しく。やっていきましょう。いや、相手が大名ザザミっていうのはね、なかなか嬉しいですね。個人的にもセカジめちゃめちゃやり込んでる時、大名ザザミめちゃめちゃやってたんで、いいですね。弱点、まあ、甲羅叩き割るとかいろいろできましたけどね、どうなんでしょうか。人民滅滅の苦闘。やむから無恩に大名天。ただの望ましい半ずるなかれと。油断禁物化け毒。下に下に血が高い。大名ザザミか、懐かしいな。あー、ということは青いやつも出てくるのかな。大名ザザミですか。あいつ出てくる、ギザミ出てくるのかな。ギザミはちょっと嫌いだからやりたくないんだけどな。まあそんな悠長なことも言ってらんないですね。さあ、久しぶりのモンハンなんでね、まあちょっとね、まあまあバシッといっちゃいますよ。ちょっとね、サンブレイクに関してはね、スイッチ版だと、
うちのエンディ君相当やり込んでたみたいなので、まあ、ちょっとその領域にね、ちょっと僕の方も頑張って追いつけるように、プレイしていこうかなと思います。まあ、どっちにしろね、久しぶりのモンハンなんで、楽しんでいきましょう。久しぶりだなぁ。やり合うのは何十年ぶりなんじゃないのか？勝てんだよな、こいつな。はい。痛いね。このパターンが全然わからん。忘れてしまっているぞ。まあ、とりあえずこの片手剣の痛い。懐かしい。危ない危ない。懐かしいね、その動きね。わ、やばい、ちょっと全然忘れてる。あ、ちょっと全然動きを忘れてるよ。回避性能とかつけるんだね。はい、このままスタン一気に取っちゃうぜ。痛い。雷属性がね、のぞみは多分結構いくと思うんだよな。懐かしい、その動きは知ってるぜ。当たるか。おお、またモノブロス出てくるのかな。やばい、それなりに痛いぞ。満足か。あ、なんだろう、捕獲で考えてるんで、こっちで捕獲してやろうじゃないの。よし、スタン入ったぞ。行くぜ。ヒールアライブ。このネタが分かる人は釣り好きです。よいしょ。いや、分かんねえな。久しぶりだからっていうのと、いいね。ここ痛い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 。ブレスじゃない。いや、ブレスが横移動してすごいな、パワーアップしてるね、やっぱり動きが硬いなぁ、やっぱ。お、なんだ、あ、移動か。頼む、研ぎ澄ます。まあ、基本的にこのハイニンジャソードを使ったドンキ使い装備っていうのは結構片手剣の中じゃ、まあ、セオリー中のセオリーといいますか、非常に使ってる人が多い感じかな、片手剣だとね。僕は片手剣、モンハン、いつからかな、ワールドの時から片手剣すごい好きになったんですよね。ちょっと前までは、今まではずっと体験とか、まあ、弓とかかな、ワールド。最初ね、ワールドね、チャークから入って、弓行って、そこから、攻撃装備、エンちゃんから作ってくれって言われて、仕方ねえから、片手剣の装備で、攻撃装備作ったら、片手剣にハマっちゃったっていう、そういう経緯があります。出てくるんですね、これ確か。あ、これこれこれ。お疲れですね。いいね。服も入ってるし、疲れです。痛い痛い痛い。痛い痛い痛い。弓とかでやると、ダダミとかは動きがそんなに速い方じゃないから、
手前で落下かもな。どうだろう。あ、これね、この状態ね。痛い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 。ダダンの場合はこう地味に攻撃を食らうから、それで体力がねどんどん減っちゃうんですよね。怖い怖い怖い。懐かしい攻撃だな。あっ、ええ怖い怖い。上からですね。正面からいっちゃうとね、結構まともからいっちゃうからね。おお、どうするどうする。それ壁際はまずいってよ。ミス。お、決まった。じゃあ早速仕留めにかかろうかな。オッケー。オッケー。いやー、なんか懐かしい感じがして、すごくなんかやってて楽しかったですね。久しぶりの再会をしたから楽しいなー。でもはいはいはい。サンブレイクのまさか初戦が大名ザザミとは思わなかったから、個人的にはたまんないですね。そうだよね、こっちの人たちからするとこいつは違う国の人だからね、違う国のモンスターだから。もう倒してしまったか。さすがはカムラが誇る強者だ。どうかしたかい。これは主とも違う妙な傷跡だな。おお、なんだ。あ？大丈夫？大丈夫大丈夫。なんだ？あ？なんだ？ああ、おお、なんだなんだ。ああ、なんだじゃあ。里の者を避難させよう。先行だもん。なんだあいつは。なんだこいつ、氷だ。あ、その片手剣を私に貸していただけないでしょうか。任せてもらおう。お前たちは仲間を。あ、その片手剣を。かっこいいな。おお、すごい。勇ましい女性の方。消えたぞ。いや、素敵な装備をお持ちで。怪我はないか。ずいぶんなんか可憐なというか強い装備の方でしたね。いやいやいや、なんだあいつは。氷属性の、でも骨格
はあれでしたね。ね。骨格は科学系の骨格でしたね。いやー、なんだあのモンスターは強そうだぞ。しかも見た目もかっこよかったからな。しかし謎の騎士様。あ、お姉様ですね。リオレーネさん。はいはいはい。大穴？はい。はい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 。メルゼナという古竜が。はあ、はあ、はあ。はいはいはい。なるほど。なるほどね。カムラさんの打撃本能が、うんうん、なるほど。はいはいはい。おお、なるほどね。ここから一気にこう和の感じからあれですね、こう王国の洋の感じに進むっていう感じなんですね。いやー、その素敵な片手剣をぜひお貸しいただきたい。追加コンテンツがあるらしいですよ。はい、ありがとうございます。あー、なるほどね。はい、これは復活で受け取りましょうか。はいはい。3V 発売クロービー S シリーズ。はいはい、なるほど。エルガト。で、エルガト歓迎ってあったな。はいはい。ああ、なるほどね。この辺がもらえる。おお、めっちゃもらえますね。いいですね。君か。はいはいはい。へえ。あ、お供ポーチ。はーい。あ、なるほどね。マーキングもしてもらえるんだ。はい、ありがとう。友広場。あ、お知らせがあるらしいです。ちょっと調子良さそうだね。はいはいはい。お供を探しているの？いつでも遊びに来てね。よし、じゃあとりあえず。フィオレーネさんに話し、王国に行きましょう。結構幸いね、あの収録時間全然余裕がまだありますんで、早速行きましょう。はい、一時的にかむ。じゃあ新しい異国の地に行きましょう。でもなんかモンハンってなんかこう和の感じのイメージよりかは、個人的に僕はなんか洋とかのイメージが強いですけどね。すごい。慣れぬ船旅で疲れが出たのでは。それはよかった。間もなく到着するぞ。私たちの拠点、エルガトだ。おお、なんかすごいぞ。おお、ほほほ、こうなりますか。モンスターハンターライズサンブレイク。あ、すごい。あ、なんかすごいですね。なんか一気になんかこう、そうですね、どっちかっていうとなんかこうような感じの、なんだろうね、ヨーロッパ系のなんか港町みたいな感じの雰囲気ですかね。あ、すごい、なんかトロッコみたいなのが走って、あららら、すごいな。
結構なんか装備がみんな騎士っぽい感じの装備だったね。気に入ってもらえたようだな。ゆっくりと案内したいところだが、先に紹介したい方がいる。行こうか。あれが騎士のマークですよね。おお、なんだなんだなんだ、ずいぶんご立派なおひげをお持ちで。この拠点のリーダー、ガリアス提督だ。提督、さあ紹介しよう。カムラよりハンターをお連れしました。歓迎する。なかなかあれですね、こう風格をお持ちのお方ですね。うむ、はいはいはい、ガレアスさん、うんうん、おやった、マスターランクが解放されました。はい、なるほど、セレクトクエスト、マスターランクですか。はい、拠点移動を使用することができます。はい、はいはいはい、あーなるほどね。はい、周回失敗と押すことでしょ。はいはいはい、すごいな、わーなんかいろいろ増えてますね、すごい始まりますね、ここから。わーすごいですね、始まりますよ。はい、というわけでね、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回はここまでとなります。次回はですね、もしかしたらエンちゃんと一緒にやってるところになるかなと思うんですけど、物語のチュートリアル的な感じではね、今回こちらの方で、僕の方は一回収録終わりにしようかなと思います。次回からはですね、モンスターハンターライズサンブレイクの方を皆さん楽しみにしておいてください。というわけで次回もお楽しみに。お疲れ様です。